はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。こんな時だからこそできることというのをいくつかの動画に分けて今発信しています。丸1付き合う人が精査できるっていうことについてはサブチャンネルの方でアップさせていただいてますので、もしご興味あればこちらの動画の下の URL から。 ご覧いただければ幸いです。簡単にまとめますと、こんな時期だからこそ人の本性っていうのが思いっきり出てきますよね。例えば Facebook の投稿を一つとっても、普段から ビジレイクでかっこいいことをすごく言ってた人がものすごくイラッチンになっている政府のことをブワブワ批判したりだとかすごいネガティブなことばっかり言ったりだとかしだしてそういう人を見るとああこの人と付き合わない方がいいなって個人的には思っちゃうんですよね普段いくら生きがってる人格好つけてる人であってもこういった有事の際にものすごく批判的になったり自己憐憫に浸ったりしてる人あとはすごく上げ足を取るような投稿をしてる ような人っていうのはちょっともう一生付き合いたくないなっていうのがもうはっきりとありありと如実にわかってきますよねこれは自制自戒も込めて申し上げていることで自分自身っていうのもただでさえ負のエネルギーが充満しているような中でネガティブなことだとか自己憐憫に浸ることだとかは極力言わないようにして考えることすら禁忌といいますか良くないと思っていますから今から何ができるのかっていうことにフォーカスした 動画っていうのを発信しようかなっていうのを心がけている次第です。いろんな人にアプローチしてる人がいたとしますよね。でもこの時期ってみんなにふりふりお尻ふりふり近づいていくことってできないじゃないですか。おのずと誰を守るのかっていうことが絞られてくる時期だと思うんですね。その中で感じられることっていうのは、あ 自分はこの人が本当に愛しているんだ。この人が好きなんだ。別に男女間とかだけではなくって、本当に守るべき人たちっていうのは誰なのかっていう優先順位がはっきり決められると思います。自分の中では母であり、家族であり、生徒さんであり。 まあ、せいぜいそこぐらいなんですよね。あとは何人かの業者の人たちだとか、何人かの各国の知り合いだとか、やっぱり優先順位を考えた時にファッと頭で浮かぶ人っていうのはもう決まってるんですよ。はっきりと順列が決まりますよね。みんなにいい人に思われたいって思いますよね、みんな。嫌われたくない、みんなに好かれたいって思うから、その延長線上でどうしても順位付けっていうのができずに、なんか、 余計なストレス、余計な労力を使って、あっちに気を使ったり、こっちに気を使ったり、特に HSP 機質の人ってしてると思うんですけれど、この時期だからこそ、はっきりと順列をつけて、誰を守るべきなのかをしっかりと決めることによって、皆さんの、私も含め、皆さんの有益な時間、有限な、かつ有益な時間っていうのを、誰にある種捧げていけばいいのかっていうのを考えることができると思います。木村さんが、 本当は自分参加するつもりだったんですけれども、どうしてもその家族と遊んであげたいと。 子供と一緒にいてあげたいっていうことをおっしゃってくださって、至極感銘を受けましたね。守るべきものを選ぶっていうのはそういうことなんですね。勉強会に参加したいご自身の思いも、もちろん私、ひひと感じていますけれども、その中で、ステイホームの中で奥さんだとかお子さんがフラストレーション貯めてらっしゃったら、奥さんやお子さんのためにその分勉強会の時間を使ってあげたい。 本当に最高の答えだと思いますよ。で、全然話違うんですけど、うちの96歳のばあちゃん、今入院してるんですが、から聞いた、戦争の時の話っていうのが、最近ずっと頭の中ぐる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 ループしてるんですね。なので、最後にその話をさせていただき、人を選ぶ。そして、自分の生き方を選ぶっていうことはどういうことなのか 改めててて考えいいいいたたただだききななと。とその一つのつっかけけりにしていただければなと思います。第二次世界大戦中の話ですから、1940年代の話です。当時、血のみ子だった今は亡き私の父親を抱きかかえたうちの今96歳の祖母は、防空壕を探し回って、焼夷弾の中駆け回っていました。その際にようやく防空壕を見つけることができたんですね。 しかしながら、その防空壕はもう人がいっぱい。 いっぱいで防空壕に入ることを断られてしまいました泣く泣くうちのばあちゃんは当時ゼロ歳一歳だった父親を抱きかかえたまままた焼夷弾の中を駆け回ってようやく別の防空壕を見つけることができましたその後空襲警報が解除された後に防空壕から出てきたんですがその人がいっぱいで入ることを拒否された防空壕は焼夷弾が落ちてきて全員焼け死んでしまったっていうこと 後から聞いたみたいなんですね。 うちのばあちゃんからしてみれば、なるべくそこに入りたかった。でも断られてしまった。泣く泣く別の防空壕まで行った。本人の意志ではなく、本当に偶然が重なって、そこの防空壕に入らなかったことが命を救ったっていう話なんですよ。もしその防空壕にあと一人入るスペースがあったら、ばあちゃんはそこで死んでいて、うちの父親もいなかったし、だから自分自身も今生きていることがなかったわけですね。 人が選択するっていうのは時に自分自身が選択するって場合と誰かの選択によって自分が結果的にその選択を飲まなければいけないっていう状況二パターンあると思うんですこの話を聞いて何を感じますか私は自分の人生っていうのは改めてコントロールできない類のものであるんだな っていうふうに思います。よく完璧主義の方、生真面目な方っていうのは、すべてをコントロールできる状況になってから進もうと。物販一つ取っても、すべて売れるかどうか把握してから手すましよう。そういった傾向があるんですが、そもそも物販セラーである以前に、人としてこの人生を歩んでいるわけですが、この歩んでいる人生ですら、 現在の2020年の混乱を含めて、誰一人として自分自身で全てコントロールできている人はいないんですね。ということは、全てコントロールしてから前に進もう。全てコントロールできるようにしよう。ということではなく、与えられた状況、現在の状況の中で何ができるかをひたすら考えていくしかない。この制限がある、コントロールされている状況の中、 で、我々にとって何が一番大切なのか、誰が一番大切なのか、そして今からこの中で何ができるのか、っていうことを考えていくことが何よりも大切だと思うんです。 私が終始、アドラーの三角地の中で、多席にしたり、自己連憫に浸ったりすることっていうのは無意味だって申し上げているのは、実は小さい頃何度となく聞いた、こういったばあちゃんの戦争中の話っていうのが、一つのきっかけになって、自分がコントロールできない中で、ばあちゃんっていうのはたまたま生き延びた。そのばあちゃんっていうのが、今も存命していて、一生懸命生きている。ぶっちゃけた話、まあ、ちょっと体中悪くなっているところ、 あるるんだけれども生きてるそのばあちゃんの姿を考えていると我々っていうのはもっともっと自分たちで何でもかんでもコントロールしようとするのではなくって与えられたこの環境の中にまず感謝してその中で何ができるかっていうのを考えていくのが なんかものすごく大切だなっていうふうに思うし、今回のメイントピックである誰が大切なのか、そしてその前に話した付き合う人をどうやって精査するのか、これすべて自分と自分の周りの人たち、大切な人たちを守るためには本当に大切なことだと思うんですね。 だから、この2020年の大混乱の中で、我々っていうのは改めて自分の生き方を見直すことができるすっごく貴重な機会だと思うんです。もちろん、亡くなられた方、ご冥福お祈りいたしますし、現在、罹患して入院されている方、一日も早く回復することっていうのを心よりお祈り申し上げておりますが、この一つの試練、 みたいなものっていうのは、我々にとって同時に、自分の今後の生き方もう仕事だけの話じゃないですよ。仕事の面で言えば、ネットビジネスがいいだとか、ネット物販がいいだとかね、特に私と同業者の人たちっていうのは、ここぞとばかりに連呼してますが、それもそれでもちろん大切なんですが、そういったことじゃないと思うんですよ。もっと広い部分で、 我々っていうのは発信者として発信しなきゃいけないってことがあると思うんですね。その一つっていうのが大切な人は誰か付き合う人っていうのは誰かもちろん仕事のことも含めてなんですがもっともっと広く考えてみるっていうことそれを我々発信者っていうのがもっともっと主観した俯瞰的な面から皆さんに発信していくっていうことがね自分のビジネスについて安いセールス文句でアピールよりも大切なことだと個人的には感じています。というわけで最後までご 成長ありがとうございます。もし今回の動画少しでもご参考になりましたら、高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございます。失礼いたします。